はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 MDC バーベルクラブ代表を務めております、生涯ナチュラルトレーニーことナチュラルチェストモンスターや健太店長です。はい、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、いつもねここであの MDC なんて言うんですけど、今日ははい、珍しくちゃんと MDC アパレルを着てみましたね、トレーニングチームの代表をやってる割には全然代表がはい、チームアパレルを着てないっていうすごく白状なね、状態が続いてましたのでたまには着ようかなと、はい、トレーニングの時にこれ着るためにね結構温存してるんですよ、はい、で一回こうやってやっぱパジャマで着ちゃうと洗濯しないといけないんでね、洗濯してる間に急遽合同トレーニングとかが入った時に困るので、はい、結構小心者なんでね。でですね、今日はね、ちゃんとね、まあ、トレーニング関係のお話なんですけども、あ、そうだ、動画の概要欄にですね、私が運営しております、ナチュラルボディビル研究所というホームページがですね、上の方にね、動画の概要の上の方にURL 貼っておりますので、はい、そちらでですね、その MDC バーベルクラブの活動もしっかりリポートしておりますので、ぜひ、まあ、一回でいいからチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。まあ、その他のね、僕がまだ YouTuber ちゃんとやってた頃の、まあ、過去動画とかも再生リストとかね、URL 貼ってありますので、ぜひぜひ、健太店長、並びに MDC バーベルクラブに興味持っていただいた方は、動画の概要欄をチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お、もう2分弱、やばい。はい、最近の若い人はね、長い動画に耐えられないっていうね、短い動画になりすぎちゃって、僕はどんどん時代に逆行していきますよ。はい。もともとラジオ的なチャンネルだったんで、はい、長々とね、ダラダラと喋らせていただきますよ。ね。すいませんね。でですね、やっと本題です。まあ今日、今まさにちょっと帰ってきたところなんですけども、ちょっとタイトル的には、タトゥー OK のトレーニングジムに行ってきましたっていう、そういうお話なんですけども、はい。まあですね、ちょっとまあちょっと前からちょこちょこね、そのタトゥー OK のジムに、まあ MDC のメンバーと、行き始めたんですけども、結構ね、探すとね、意外とうちタトゥー OK ですよっていうトレーニングジムが、まあありまして、ただ僕の住んでるところにはね、なかったんですよ。結構ね、遠征しないとそういうジムって行けなかったんですけど、まあ割かしね、近くに、まあ、明記はしてなかったんですよ。タトゥー OK とは。はい。だけど、ちょっとまあ本当に24時間制のね、よくあるようなジムで、まあ僕のトレーニング仲間から、ケンタ君あそこタトゥー OK らしいよっていう、はい。そういうちょっと情報をいただきまして、ちょっと調べてみようかなって調べたら、まるっきりそのタトゥーについての規約が明記されてなくて、一切書いてないんですよ。はい、書いてないから OK っていう、ちょっとね、ね、やっぱそれもちょっと良くないので、うん、だけど実際なんか使ってみたら、なんか結構タンクトップでもうガンガンタトゥー入ってる人使ってたよみたいな。ほんまですかつって、じゃあちょっと運営に問い合わせてみましょうってことで、ちょっと僕ね、メールしてみたんですよ。はい。問い合わせ窓口から、その店舗にではなくて、本社の方にね、どういと面倒くさい客なんですよ、僕。本社の方に問い合わせしまして、まあ一応こういうメールを打ったんですよ。まあいろいろ最初にこにょこにょっとちょっと、はい。それっぽいこと書いて、ね、はじめまして、ね、突然失礼いたしますと。で、実はですね、実はもうクソもないんですけども、まあ、私、並びに私のトレーニングチームのメンバーがですね、ちょっと、普通に長袖長ズボンを着ても、隠せない部分まで入れ墨が入ってしまってるんです。かっこ、頭や首っていうふうに書いたんですね。もう隠れないですから。はい。で、まあ、私自身もちょっとね、ちょろちょろっとタトゥーを、所持しているんですけども、会員規約を熟読したんですけども、はい。まあ、御社の、はい、規約にはタトゥーについての明記がされてませんでしたよね、と。まあ、僕らこういう状況なんですけど、使ってもよろしいんでしょうか、と。もうかなりでもね、低姿勢に、はい、メール打ちました。したらね、結構レスポンス早くてね、当日中に帰ってきたんじゃないかな、はい。
で、びっくりして、まあ、やっぱ大きい会社ってね、その営業2、3日中にね、営業日2、3日中に返しますなんてとこばっかりなんだけど、なんかその日のうちに帰ってきた確か気がしますね。はあ、で、まあ、何々様、僕の名前ね、何々様、お問い合わせありがとうございます。本部の何々ですって来たんで、結構ね、それなりにしっかりした人が返信してくれたっぽくて、はい。オペレーターとかではなくて、本部の何々と申しますって、ちゃんと、へえ、素晴らしい会社だなと思って、うん。まあまあ、規模がね、思ったより小さかったのかな。うん。オペレーターとかではなくてね、そんなところまで本部の社員が出張ってきてくれるので、はい。まあ、規模がそんなに大きくなかったら想像してるよりも、なんかでもアプリとか結構ちゃんとしてたんですけどね。うん。で、まあまあ、返してくれて、真摯に対応してくれて、でね、まあ、帰ってきた内容をかいつまんで話すと、うちはタトゥーについての、まあ、規約を設けておりませんと。で、タトゥーが入っている人に対して、入会を断ったりしていることはございません。でも基本的にございませんっていう書き方でしたね。はい、まあ、基本的に別にタトゥー入っててもうち入会断ってないよと。で、タトゥーの露出についても特に、制限を設けておりませんっていうふうにね、返ってきました。はい、なので、まあ、最後のちょっと一文がちょっとまああれなんですけど、なので、他のお客様にご配慮いただき、ご利用くだされば幸いですと。はい。こんな感じのね、メールが返ってきました。まあ、だけどこれね、要約すると、いや、うち別にタトゥー入ってても大丈夫ですよ。うん。で、露出についても、まあ、決まり事も設けてないんで、まあ、他のお客様にね、ちょっとはい。まあ、遠慮しろとは言わないけど、まあ、ちょっと配慮していただいてね。はい。日本はタトゥー嫌いが多いんで、まあまあ、そこら辺をちょっとうまくやってくださいねと。はい。こんな感じで帰ってきました。ね。というわけでですね、今日は早速 MDC メンバーの、まあ、バーニングファイヤーサトシ、名前ふざけてますけど、まあ、国内外でね、結構活躍するデザイナーのバーニングファイヤーサトシ、はい。僕がトレーニングずっと教えてるんですけども、ね。バーニングファイヤーサトシ君と、ちょっとね、偵察がてら行ってまいりました。ちょっと店舗名は伏せます。チェーン名も伏せます。なんかこれで僕が行ったことによって、タトゥー入れてる連中がね、やっぱ中にはマナー悪い連中いっぱいいますから、はい、そういう連中が、おお、あそこタトゥー OK だって、イキリ行こうや、イキリ倒しに行こうやつって押しかけられてもちょっと嫌なんで、店舗名とかチェーン名伏せますけども、はい、ちょっと行ってきました。で、実際使ってみたんですけども、まあ、スタッフさんもいて、しかもなんか入り口でスタッフの人が、なんかようこそお越しくださいましたぐらいの接客までしてくれて、はい。更衣室あちらでございますなんてわざわざついてきて、あれしてくれて、はい。で、バーニングファイヤーサトシはもう首から頭から、ズラが外れちゃった。これダメ、これダメ。バーニングファイヤーサトシはね、もう手の指先までもう結構、装身彫りに近いぐらい、装身、入ってるんで、まあ、すでにもう入った時点で隠れてないんですよ、全然。僕はもうね、基本的に上 T シャツ着たら隠れちゃうんですけど、まあ、足ぐらいですね、出ちゃうのは。はい、なんですけども、まあ、全然嫌な顔一つされずに、はい。やっぱ何にも問題なく使えました。まあ、で、それでね、久しぶりにちょっとタンクトップで、トレーニングさせてもらって気持ちよく、まあ、すごい良かったんですけども、ただちょっと一つ今回感じたことがありまして、まあ、僕ら長年やっぱりタトゥーね、入れて、普段ジムではやっぱ隠してて、はい。で、まあ、バーニングフォーやサトシに関しても、まあ、彼はすごくて、まあ、ね、タトゥーダメなところの会員なんだけど、バーニングファイアサトシは。隠せばいいよって言われたんで、頭まで入ってるんで普通隠せないじゃないですか。だけど手はファンデーションで消して、頭もファンデーション塗って、すんごい上までなんかタートルネックの長いみたいなやつ着て、それでジム行ってますからね、彼は。うわ、すげえなー、こいつめっちゃやる気あってかっけえなーって、ちょっとね、サトシ君僕ね、すんげえ見直したんだけども、はい。で、まあ、そうやって普段僕ら隠してトレーニングしてて、今回久しぶりにそういう公共のジムで、レンタルジムでもない、本当に他の、お客様が使ってる公共のジムで、まあ、タトゥーを、まあ、出してね、露出してトレーニングしたんですよ。まあ、鬼ジムでもね、一回行ったんだけど、鬼ジムはもう本当に大っぴらだったんで、あれなんですけど、今回本当になんかそういう24時間制ジムでタトゥーを露出してっていう経験が初めてだったんで、ちょっとどうかなと思って使ったんですけど、
まあね、気使うね。はい。僕、タンクトップでやったんですよ。ね、で、なんか、まあ、僕の場合、ちょっとね、なんか、T シャツ着ると隠れるのに、わざとタンクトップ着てっていうんで、多分ね、さらに余計なんですけども、なんかその、見せつけてんな、みたいに思われてんだろうなと思って、はい。そう、なんかタトゥー入れた2人組着てイキってるよって、絶対他の利用者さん思ってんだろうなって思ったら、いや、結構ね、気まずいっていうか、勝手に被害妄想なんですけど、使いづらかったっすね。ジムの設備とかは金、もう、金じゃないけど、もう金良好どころじゃないな、もう大満足、十二分に満足だったんですけども、ただその、ちょっと精神的にね、で、誰も全然タトゥーで入れてる人いなかったんですよ、たまたま。はい、あ。なんか前情報では結構いるって聞いてたんですけど、たまたまいなくて、やっぱそんな中でタトゥー入れてる二人がやってると、なんかね、言われてはいないんですけど、うわ、見せつけてるやつ来たよ、またイキったやつ来たよ、みたいな、風に思われてんじゃないかなっていう、ちょっと、今まで言われすぎたせいで。なんか、のびのびとはね、ちょっと、僕結構引っ込み思案で結構気にしいなんで、最近。のびのびとはちょっとね、できなかったっすね。で、まあ、場所がね、結構その、まあ、駅に近くて、大きな駅に近いんで、まあみんなパジャマとかで着てるような連中はあんまいないわけですよ。まあなんかみんなそれなりの格好してきてて。はい、あ。やっぱ駅近いとね、家賃も高いですから、ちょっとそれなりの、程度の良さそうな人たちが結構集まってて、お客さんがね。まあだからやっぱりね、まだまだ日本は、はあ、どちらかというと、ね、僕らみたいな程度の低い連中が、ああ、立って入れてることがやっぱ多いですから、そんなわけ、それだけじゃないんだけども、だけど僕の勝手な偏見なのか、やっぱその、なんかいい子そうな男女が多かったんで、なんかさらにその、うわ、タトゥー入れた田舎者がおるぜ、みたいな、はい。多分、これ僕の被害妄想なんでしょうけど、あまりにも今までやっぱりこのタトゥー系の配信者としてやってきて、あまりにもアンチの、タトゥーへの、その、まあ、はい、誹謗中傷というか、そういうのを見すぎたせいで、なんかね、タトゥー OK ですよって運営側から言われても、なんか大っぴらに露出してできない、なんかね、息苦しさを感じちゃいましたね。まあ若くてね、そんなんどうでもいいよ、関係ねえよっていう年代だったらいいんですけど、僕も35、もう少しで36なんで、やっぱちょっとね、その場の雰囲気にそぐわない、なんか、自分が異物になるのはやっぱ嫌なんですよ。ねえ。あの雰囲気だと、あのなんか澄ました感じの雰囲気だと、ちょっとタトゥー出してもいいよって言われても、ちょっと、なんかね、なんか気使って気張っちゃって、正直、多分僕、メインのトレーニングにあそこを使うことはないかなって思っちゃいましたね。それぐらいやっぱり、ちょっと、なんだろうな。なんかノーウェルカムな感じが他のお客さんから、空気感から伝わってくるんですよね。そう。多分これはもう配信者として長くやりすぎて、勝手にそういう風に被害妄想を起こしちゃってるだけなんだと思うんですけども。鬼ジムみたいなね、本当になんかもうみんなトレーニングの玄人連中が集まってて、で、まあ本当トレーニングが好きだったらもう見てくれ関係ねえ、例え入ってようが OK だよみたいな、すげえああいうフランクな雰囲気のところだったら、すごく自然にトレーニングできるんですけど、やっぱね、ちょっとね、最近のちょっとおしゃれ系男女が集まってる、ジムはね、ちょっと露出しづらいなって感じましたね。ねえ、だから、なんかこのジムが増えたら僕腕いこうかなって思ったんですよ。僕のね、正直これ入れてない理由って、ジムで露出ね、長袖着なきゃいけないから嫌だっていうのが理由なんで、まあ、今回のこのタトゥー OK ですよってジムが増えたら、ついに俺もう腕も解禁だなーなんて思ってたんですけど、想像以上にね、居心地悪かったっすね。はい。これはちょっと自分自身の中の問題も大きいんですけども、はい、まあ。というわけで、ちょっと皆さんね、ぜひ参考にしていただいて、気にしないよ、そんなの全然っていう人は気にしないんだろうけども、
僕みたいな気にしいはね、意外と、そうね、人の目気にするんだよ、最近。はあ、っていう感じです。これ、この本当率直な感想でした。はい。まあ、というわけでね、まあ、言ったけど、ちょっと微妙な感じだったなっていうお話です。はい。ではでは、今日はこれでおしまいです。また明日、さよなら。